ましたので、これより明日7月25日に開催させていただきますラベイインジャパンサーティ初志貫徹後楽園ホール大会前日記者会見を行わせていただきます。私本日司会進行を務めさせていただきます ILFJ 三井彩香と申します。よろしくお願いいたします。それでは記者会見の出席者を紹介させていただきます。皆様より向かって右側より ILFJ 理事三井明宏、ミャンマーラベイ連盟リンテッドアン様でございます。まず ILFJ 理事三井明宏よりご挨拶申し上げます。一般財団法人 ILFJ 理事の三井明宏です。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。先ほど12時より選手計量を行いまして全員ブスをし、明日お手元のパンフレットの通り全5試合を MTVF ミャンマーラウェイ公式ルールにて行います。今大会でラウェイ日本大会は13回目の大会との開催となりますが、今大会も引き続きミャンマー子ども教育支援大会として開催をいたします。今大会への ご協力ご支援いただきました関係者各所の皆様へ心より感謝の礼を申し上げます。また現在 ILFJ はミャンマー MTBF ラウェイ連盟とともにラウェイの発展に向け協議を重ねまして、10月にはラウェイ公式ルールを用いて MTBF&ILFJ 公認のラウェイ台湾大会を予定しております。現在台湾ラウェイ協会の申請中でございまして、今後も台湾日本での協力の準備を行ってまいります。でまたヨーロッパ各地でもラウェイ大会開催の熱が高まっておりますので、こちらもこの熱を絶やさないようにしっかりと活動を行ってまいります。なお今大会はミャンマースカイネットの方ですね、スポーツチャンネルの方で録画放送を予定しております。その他放送方に関しましては現在協議中でございますので、決定次第お知らせをさせていただきます。今後ともミャンマーラウェイ日本大会への熱いご支援、そしてご声援のほどよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。続きましてミャンマーラウェイ連盟リンテッドアン様より一言いただきたいと思います。アロメメグナファゴナジャーディミャンマーユアラウェイジャパンナイヤマードで電話をディーナタウンセチャフネガネサービロフチェンティーラウェイウェルジマビネティーインターナショナルラウェイフェデレーションジャパン ILFJ やミスターミズユヨミスターアキヒロヨビンミスターミスアカリアヨウノビンミスターナガモラルネチャダウンシードネウネトウエチズデモネウノメネヘンジマメボヤロドロリデンサンウディンタメ不会是那个都天马啊，然后我们接触天马。はい、ありがとうございます。それでは明日行われます5試合に出場する選手を順番にご紹介させていただきます。まず第一試合 61.5kg 契約島田正則選手対西澤拓也選手、両選手前へお越しください。ではまず島田正則選手から一言お願いいたします。西郷の島です。明日はラウェイ初参戦なんですけど、ラウェイらしい試合をして盛り上げたいと思います。はい、西澤君バチバチ殴りましょう。お願いします。ありがとうございます。続きまして西澤拓也選手お願いいたします。はい、白いドリームボックス西澤です。この度は、呼んでいただきありがとうございます。格上選手相手ですが、自分のできることを精一杯やって熱苦しい試合しますので、ぜひ熱い声援よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。それでは写真撮影を行わせていただきますので、まず向かい合っていただいてファイティングポーズでお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではお席へお戻りください。続きまして第2試合 60kg 契約ピラオ・サンタナ選手対カズハル選手、両選手前へお越しください。
ではまず先にピラオサンタナ選手一言お願いします。My name is ピラオサンタナ。 My graduate book Tomorrow you given award for everybody's here。 それではカザール選手お願いします。 NJ ゲーム道場サンナナさんのミヤミです。カザールです。明日はマキナイルもバチバチやりますんでお願いします。ありがとうございます。それでは向き合ってファイティングポーズの方お願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。席へお戻りください。続きまして第3試合 64.5kg 契約ソーダウェイ選手対東周平選手、4選手前へお越しください。ではまずソーダウェイ選手一言お願いします。アラミラバ Mình đang cho nó rồi, cho nó rồi nhưng mà lâu cái giá mày lên, cái đã có lâu chưa cái giá ba mẹ rồi, áp huy trăm rồi. Cảm ơn các bạn. Sau đó là Higa Shuhei 選手, xin mời các bạn. Higa là vợ, cha nó nam, Higa là, sau đó là, mất rồi. ラーメンに出て5回目なんですけど、記者会見っていうのを覚えるのすごいちょっと慣れてなくて、恥ずかしいんですけど、でも帰ってきました。前回ちょっと言いたいことがあったんですけど、全然言えなくて、帰ってきました。格闘技には真偽大がありますね。僕は中でも大切にしているのは心です。みんなの応援、支えがあるからこそ明日のリングに立つことができます。体や技術を超えるものが心にはあると思っています。僕は気持ちでは誰にも負けないと思っています。明日は覚悟を決めて真っ向からソーダウェイ選手に挑みたいです。みんなのたくさんの感謝と希望と勇気を与えられるような試合をします。外気温にも負けないような熱いご声援をよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは向き合っていただいてファイティングポーズお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。お席へお戻りください。はい、続きまして第4試合 65kg 契約トゥンナインウー選手対北野克樹選手、前へお越しください。ではまず先にトゥンナインウー選手一言お願いします。どうも皆様、ちょの名前はトゥンナインウーです。ちょの実践を要領プロマウズ人ピュバレちょの今後次第フードバーはちょのアミジャーバー。ありがとうございます。それでは北野克樹選手お願いいたします。こんにちは、選手会の北野克樹です。今回ラウェイ初挑戦なんですけど、新しい挑戦としてすごい楽しみです。明日はキックボクシング、僕も WBC のチャンピオンとしての意地を見せたいと思います。明日応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それではファイティングポーズで向かっていただいてお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではお席へお戻りください。続きまして第5試合 74kg 契約ソーサーバー選手対トケシコウヘイ選手、前へお越しください。トケシコウヘイ選手お願いします。ハローミガラバチャオトケシバ。ミャンマー語が難しいのでミャンマー語を教えてくださいっていうのをメモしてきたんで彼に伝えたいと思います。ミャンマーザガーティンベーバー。ミャンマーザガーティンベーバー。
明日は試合に勝って、これからやろうと思っていることを言えたらと思うので、勝ってマイクを持てるように一生懸命やろうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではファイティングポーズで向き合っていただいて、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お席にお戻りください。はい、それでは質疑応答に入らせていただきます。質問がございます方は挙手でお知らせください。はい、すいません、バウトレビューの田中と申します。時計選手、まずお聞きしたいんですが、以前のコメント届いたのを聞きますと、最近の試合では拳を打っているので、今回は拳を折らずに勝つという話ということで、されてましたが、どういった練習を今回準備してきたかというところを教えてもらえますか。右手は思ったより早く治ったんで、普通にスパーリングでもこの間日向さんと殴り合いましたんで、多分大丈夫だと思います。バンバン殴ります。で、左の蹴りというか、もううちのジムサウスポーの強い選手がたくさんいるんで、日向さんだったり、階級は軽いんですけど小笠原栄作だったり、そういうチャンピオンの子たちもいれば、拓也さんだったり、まだ K-1 にいた深志だったりとか、強い選手がたくさんいるんで、彼らの武器をいいとこ取りして、僕はいいとこ取りがすごい上手い選手だと思うんで、それを試合中使いながら、どれかで相手が倒れるんじゃないかなと思ってます。続いて北野選手に質問ですけど、今回ラウェイ初挑戦というところで、いつものような質問になりますが、どういった準備を今回、されてきましたでしょうか。そうですね、倒す武器はいろいろあるんで、それを、ミャンマーの方に、それその倒す武器で一つ二つじゃないんで、いろいろあるんで、その流れの中で明日は倒そうと思ってます。もう一個、そのトゥン選手は7月12日ですか、ミャンマーのゴールデンベルトっていうトーナメントで、優勝したっていう情報も入ってきましたが、それ聞いて北野選手の、どのように思いましたか。そうですね、やっぱり強い選手とできるってことで僕のレベルも上がるんで、それはその分強い選手できて嬉しいなっていう気持ちと、僕も国内ではベルト3本持ってるんで、ベルトを持った同士、日本対ミャンマー、その国と国同士の戦いかなって僕は思って、明日は戦います。東選手は最近、前回メインに務めたりとか、好調かなと思うんですけど、今回のテーマみたいなのっていうのは何かありますか。今回のテーマは、前回ちょっと続きをして肘でちょっと頭切っちゃったんですけど、あれぐらいの切れたぐらいで、負けちゃうんだなってちょっと再確認したんで、自分の中で血入れたぐらいじゃ別に負けじゃないかなって、気持ちでは負けなかったんで、今回は蹴りも練習してきたし、もちろん続きも練習してきて、パンチもあるんで、全部勝負して、ソーダウェイ選手は前にガンガン来るような投球みたいな感じになって、多分こっちもかわす人がいないんで、たぶんぶつかり合うと思う。明日はそんな面白い試合になると思うので、楽しみにしてます。すみません、ちょっと前回の成績間違えてしまいました。最初の質問でちょっと間違えました。すみません。ありがとうございます。風原選手に、このルールに近いルールで、達人っていう大会でしたかね。もっといろんな技のあるルールに出たで体験してるっていうこともあって、このルールの適性というのは高いのかなと思うんですけど、その辺自分としては自信はいかがでしょうか。正直キックボクシングよりかは得意だと思うんで、なんとか素手なんでやってみればわからないですけど、さっきの感じやったらいい試合になると思います。そのサンタナ選手に関してはどうですか、印象とか。
どういうところに気をつけて戦いたいと。突きかフックかどっちが早いかな。気持ちがいます。あ、すいません、フリーランスの杉です。日本人選手と戦うそれぞれのミャンマー選手の方々に、日本人選手の印象、戦う前の予備知識というか、そういうものがあったらお伺いできますか。不管你有高念哪边，哎，高中培养朱大老板没？啊，朱大老板，朱大老板，他养高嘞，养别的，咱们那片高中培养的知道朱三比较新鲜吗？サンタナ選手に、ブラジル出身ということで、まあ、バーリトゥードのような試合をするっていう、事前のコメントも届いているんですけど、このルールに対する、思いっていうのをちょっと改めて聞かせてもらえますか。バーリトゥードルールは、little bit similar with the lightweight. It's different the head. Yes.A little bit rule is different, but it looks like the same. For me, it's not... it's normal. Can you ask any questions? Can I ask you a question? Please. Please. これ書いてほしいんですけど、僕明日で13戦目かと、ラウェイだけで。多分、国内でそんなにやってる。ラウェイを13戦やってる選手って僕は最多だと思うんですよ。間違ってたんですけど、そう13戦も明日でやるわけだ。まあ、なんというか、ラウェイファイターとして、日本代表として責任を持って、ラウェイの素晴らしさを明日見に来るお客さんに伝えて、もっともっと日本の人がミャンマーとミャンマーラウェイに興味を持ってもらって、よりいい環境にラウェイファイターが今後、例えば引退した後だったりとか、日本人選手も参戦した後、ラウェイに携わった選手はなんか何かしらもっとセカンドキャリアが見えてくるような形を今考えてますので、まあ、そういうことを見せるためにも明日すごい面白い試合をやりましょう。伝えてください。ラピアちゃんは途中戦を明日一緒に頑張りましょう。それでは質疑応答を終了させていただきます。それでは最後に出場全選手で記念撮影を行わせていただきます。